チームスプリント3位決定戦がスタートいたしました。予選は1分4秒741を出しました川越工業と、予選1分5秒456を出しました横浜高校、ともにきれいなスタートを切っています。さあまずは1走が2走3走をうまく連れて両チームともに離脱していきます。さあ時計はバックの方が1走は早い、24秒8と24秒9、現在リードはコンマ1秒ですが横浜高校、しかしながら川越工業もここを合わせてくる。川越工業のスプリットが若干速くなったか、2走勝負。さあ残り1周、さあどうだ、ホームの方が若干速い、44秒7と、そして44秒72と79、その差はコンマ06秒か7秒あたり。さあそして3走に託されます、3走勝負。3走のさあスプリット川越工業が若干、ここはリードしている大谷が来るか。さあそしてフィニッシュに来るところで時計は1分4秒51に、ホーム1分4秒51に川越工業先着。さあそして予選タイムを横浜高校も上回ってまいりました、1分4秒830、1分4秒830です。